はい、おはようございます。ティレと回しまーす。ちょっといじっていいですか？目キラキラしてる。ほら、え、すごくない？ちょっと体験版でできんのこれ。よい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 よ、透明度とかやばいでしょ。まあまあまあ、このご時世ですからね、マスクもそりゃ言いますよ。体験版よろしくお願いします。お、来たね。以上、キプレイではあるんだけどね。まあ、知らない体でやってきます。ここはミートピア。ん？あ、そういや、こんなんやってたかな。あ、いいわ、この和む感じ。ミートピアって結構平和なんですよ。ミーたちが暮らす、平和な世界です。いいえ、平和な世界でした。ああ、怖い怖い怖い。怖いよ、結構。これ結構カオスだよ、これ。突如、現れたのです。ミートピアを脅かす影が。いや、怖いでしょ、この世界観。いや、怖い怖い怖い、こんなもん。何者かがミーたちの顔を奪ってしまいました。そして、そう、そしてこれが、いろんな怪物になるわけですね。ちょっと死神いんだけど。死神見たくないから消えてまたいいですか。ミーの顔をくっつけた怪物が生み出されたのです。この大魔王を倒すってわけですね。何も知らない主人公ティラ。どうも、ティラと申します。ここに一人の旅人がいます。はは、ーん、ティラいや、こんなんだったが俺は。ああ。今日も平和だな。マイペースだな、やっぱ。ティラはのんびり一人旅。まあ僕も一人暮らしなんでね、のんびりするの好きっすよ。ん？怪物が生み出されるシーンが今から、出ますね、これは。何もないところに、何もない生き物に顔がくっつくことにより、そのね、生物は、怪物になるんですね。おー、ひゃあ、わあ、わあ、いいな。いい顔すんな。ここはどこだろう。ん？あ、街が見えてきました。よかった。街だ。あ、いい。こういう、まあ、多分第一章だと思うんだけど、体験もできるのは。さあ、街が見えてきましたね。まずは初めの街。あ、これね。ミートピア登場人物には。そう。僕のスイッチ上のミーとかをたくさん配置できる。だからミーがないと詰んでしまうんですけど、大丈夫です、でも。後で早く買うこともできるし、なんだったらね、インターネットで拾うこともできるんで、まあ、これ実は。これはデフォルトのミーなんですけど、ここを自分のミーに変えることもできるし、世界中の人たちが作ったミーにも変えられるわけですね。では、まあ、配役していきましょうか。まあ、体験版なしな。親子、やんちゃな子供ね。はいはいはい。うわ、親子見ちゃう。最初の街というかでね、本当に最初に聞いて、混沌だぞ。結構混沌としてたな、今の画面。あ、これね、スティックでね、街の画面が。うわ、あ、光源、ちょっと待って待って。3DS と画質が違いすぎない？やばいなぁ。はい、というわけで一人ずつ、のんきな案内に、ノディ。専門学校生時代の友人のミーです。今日も暇だなぁ。ん？どうしたの、君そんなのやっててん。え？人の顔がくっついてるから、別？あ、ふっくくくくく。夢でも見たんじゃないの？ここは平和な最小の町。この町で過ごせば忘れちゃうよ。はい、次。ドン。バーン、陽気なおばちゃん、安倍晋三。勘弁して、あ今日もいい敵だね。おや、いらっしゃい、富澤さん。おばちゃん、おばちゃん。なんだよ、おばちゃん。危ないよ、そんな顔して。ほら、笑顔、笑顔。笑顔、笑顔。まあ、俺今、笑顔だよ。もう、すごいことになってんだもん。おお、ね。
やっちゃんこのためのみずを買って誰もうこいついつ作ったんだこんなみ多分お茶の水博士お茶の水博士をなんかさどうか間違えた結果だろうこれ心配しょうかさん首にダメですよちょダメでしょダメでしょちょっとします勘弁してくれもう勘弁してくれもうなんだこれましょ自分が早く決めたんだけどさいいのかこんな街でこれ 3DS 版と一緒なんだよね僕の 3DS ねやっぱオリジナルキャラ僕どっちかというとやっぱ自分で RPG 作ってた時代もあってオリジナルキャラを作るのが好きだったんですよで、オリジナルキャラのねラブラブカップルといえばこのお二方ラブカップルアリーアイリン 3DS 版もこいつらだよ3DS 版もこいつらだなんて美しいんだ君はあなたも素敵よ幸せだな幸せね3DS 版と同じことしてるこいつらあ嫌味な男ミナトうんまあ嫌味そうな顔してるから一番適役だよお前うん君見ない子だねもしかして遊びに来たのうん飲みしてるんですか企画だね羨ましいねそしてこの虫の超超どーん頼りない蝶々ガノンドルフちょっと待ってくれどうも旅人さん私がこの町の蝶々なんです大町の皆お会いになりましたはいしましたよいい町でしょうこの最小の町はこんな私が蝶々でいられるのもんあ来るあなんだなんだなんだママあれ何あの混沌としてるからやめてくれるその画面が混沌アイリン何こいつらあかんおやおや あいつはえ何もう来んのあ大魔王の配役ださあこれ一番大事な配役にもなりますね大魔王配役するに選びますまあいいんじゃないですか行きましょう行きましょう行きましょう来たー。あ、でも、顔、大魔王、トランプ。あ、なんか顔的になんかそこそこいい感じになってんな、お前。あ、めっちゃいい顔してんじゃん。俺は大魔王、トランプ。世界に恐怖と混沌をもたらすものだ。最小の人間どもよ。さあ、味わえ。顔を失う恐怖をな。で、この、そう、みんな、顔がなくなっちゃうんですね。オープニングの通り。この魔王の力により、顔が失われてしまって、まあ、何もできなくなるわけですよ。顔を失うとですね、何もできないっていうことになります。その人は、何も活動能力をなくすということですかね。簡単に説明すると。みんな俺の顔が。ふん。今回はこれでよしとしよう。顔を失った者たちよ。恐怖に怯え苦しむがいい。意志はあるんですけど、何もできない状態になります。これは。そして助かった者たち。街の仲間の様を見て。共に苦しみ絶望しろ。では、さらばだ。ふっは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 。あ、旅の方、どうかお願いです。旅の方、助けてください。いいえ、うん、え、あ、家宝のお守り。あ、この人からもらうのあれ、もう忘れてた。家宝のお守り。え、組長組長のお守り。街の外は、そう、これでメインストーリーが進むんですけども、ただこの状態だと、まあ、家宝のお守りが、ここだったのか、ってか、忘れてたわ。さあ、行きますか。では。あー、もう来ちゃった待って待って待って、ちょっと待って、あれダイモンさんどうしたんですかうわー俺に何か用でもあるのか。んダメの目博士の顔を返して。ふん、こいつか。うん。返してやってもいいぞ。ただし、
こいつに勝てたらな。先ほど言った通り、顔を怪物に乗せることによって、凶暴なモンスターと化すわけですね。ちょっと待ってくれ。なんだこの、ちょっと待って待って、笑わせに来てない。もう笑わせてるよ。生きていたらまた会おう。結構こう、なんかこの画面もどうかと思うけど。わあ、カホンの守り。輝き出した。お守りから声が聞こえる。そうだ、これ神様だ。ティラよ。ティラよ、聞こえるかな？うん。ほっほっほ、聞こえたようだな。すいませんでした。信じられんかもしれんが、わしは神である。そうか、カホンの周りから神出てくんのか。もう忘れたわ。まあ、聞きなさい。どうやらそなた、ピンチのようだが、そうです。その怪物と戦うから、欲しいであろう。いや、いらないっす。実況者がいいんで。え、いらないの？いやいや、神として持ってこなきゃいけないから。あ、そう。その他に力を授けよう。神の力をな。むーはー来た！神の力目覚め。あ、これか。職業の力が目覚めた。はい、これでですね、主人公が何か職業につけるわけですね。職業高い役割のこと。攻撃したい回復で職業の特徴があります。使える武器や嫌い武器を職業決まります。まあそうですね。最終的には仲間は入ってくるんで、あれもうアイドルあったの？あれここにもうアイドルあったの？なんか、あれここだったっけアイドル。あれここだったっけアイドルって。来た！僧侶ティラ。高画質だなぁ。マジで画質いいな。これは？ほっほっほっ。その力があれば、ダイヤ魔王の怪物と十分に渡り合えるであろう。戦え、ティラよ。僧侶ですけど、まあ大丈夫です。序盤なんで問題ありません。このまま一気にいっちゃいましょう。ちょっと構え方弱そうだけど、やるぞ。来たー。うわー、この BGM 好き。このね、ミートピアの言い方、BGM めっちゃいいのよ。いや、名前、長くない？ミニダメの水剥がせスライムって何？早口言葉？あ、メニュー。あ、そうか。3DS 版だと上画面下画面あったけど、そうないもんね。いきます。あ、そう、こんな感じになるんだ。へえ、わかりやすくなるね。じゃあ戦う。まあ、今回はね、レベル1の状態なんで、もう技ないんで。まあ、普通にやるしかないですね。A ペチでございます。ほれよ！痛い！ 2！ まあまあ大丈夫大丈夫。基本的に A ペチでゴリ押せば勝てる。大丈夫大丈夫。ゴリ押すだけ。この職業の力がないと、まあ怪物に対抗できないんでね。はい。で、こう怪物を倒すことにより、人々が救われます、これ。顔を取り除くだけになるんで、顔ごと消滅するわけではないんで、はい。倒すことによって救う。だから、最終的な目標は、たくさん怪物を倒してね、顔を取られた人を助けるっていうのが、最終的な目標になります。疲れたよみたいな顔してる。見事な戦いを立てろよ。あ、いやーん。さて、これであの子供は助かったであろう。よかったよかった。ほっほっほ。では、最初の街に戻ってみなさい。じゃあ戻って、これでね、その後の光景を確かめることになりますね。